皆様こんにちは、数学ラブです。推論を数学するの SPI 編で、今回は初級編の問題1番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。ある競技で A、B、C、D がトーナメント戦を行った。A は C、D と戦っていない。 D は A、B と戦っていない。上記のことが分かっているとき、1、2、3、4のうち必ず正しいものはどれですか？ 1. A と D は1回戦、準決勝で負けた。 2. B と C は1回戦、準決勝で負けた。 3. A と D のどちらかが2回戦、決勝を勝って優勝した。 4. B と C のどちらかが2回戦、決勝を勝って優勝した。答えは1番と4番です。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。 A は C、D と戦っていないということが分かっていますので、 A さんの対戦相手に C さん、D さんは入ってきませんから、 C さんと D さんはこちら側にいるということが分かります。そして A さんは C さん、D さんと戦っていませんので、もし A さんが1回戦を勝ち上がってしまうと、こちらの C さん、D さんの勝った方のどちらかと戦うということになりますので、それはありえませんから、 A さんと1回戦戦ったですね、この人が1回戦を勝ち上がっていったということが、このことからわかります。次にD は A、B と戦っていないということから、 D さんというのは A さん、B さんと戦っていませんので、 A さん、B さんはこちらにいるということがわかります。そして D さんが1回戦をもし勝ってしまうと、こちら側にいる A さん、B さんの勝った方のどちらかと2回戦、つまり決勝で戦うということになりますので、それはありえませんから、D さんと1回戦で戦った人が、1回戦を勝ち上がって2回戦、つまり決勝まで行ったということがわかります。この2つを合わせると A さん、B さん、C さん、D さんはこのように配置され、B さんが A さんに勝って2回戦、つまり決勝に行って、 C さんが、1回戦を勝って決勝に進んだということが分かりますので、1番の A と D は1回戦、準決勝で負けた、これが正しいということが分かり、4つ目の B と C のどちらかが2回戦、決勝を勝って優勝した、この1と4が正しいという答えになります。ではまとめです。推論を解く手法として、三段論法を使うものや、命題の対偶を取るものがあります。この命題と対偶の関係は、真偽が一致するということですので、これを利用して解く手法となります。他には、対応関係を表で表したり、代償関係を可視化して解く手法もあります。今回の問題はトーナメント表があらかじめ出ていましたので、その中に分かっていることを記入して解くと
という手法で皆様解くことはできましたでしょうか。いかがでしたか。今回は SPI 編推論の初級問題1番を実際に解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。